夢追い人は松本市のラーメン店店主新井春樹さんです。松本市中央目戸場川沿いにある新井は鴨ラーメンを専門とするユニークなお店です。鴨を一番美味しく感じられるのはつけざるだと思っているので、ぜひ食べていただければ嬉しいですね。鴨から出汁を取り、旨味をたっぷり含んだスープ、特製の鴨ロースを添えて、鴨の香りと美味しさがたっぷり味わえるつけ麺に仕上げました。どこにもないラーメンを作りたかったという新井さん、鴨の調理法を学ぶため蕎麦店でも修行してきました。肉やガラも旨味が強いですし、普通の鶏とは違う個性的なラーメンも作れるかなっていうのもあったんですけど、個人的にやっぱその鴨が好きだったからっていうのもありますね。調理も接客も一人でやりたい、そんな思いからカウンターだけの小さなお店を開きました。こだわりが強いので、こうなんていうんですかね、こう常に 100% なものを出したい。こちらは1日に何十食と作ってますけど、お客様はその一生に1回か2回っていう方もいらっしゃるので、常にこう自分が納得して、お客様にも納得してもらえるものを出せるように、どうやったら鴨を美味しく食べれるかっていうふうに日々研究はしているので、一度食べてまた次の機会に来てもらった時には、多分スープの味は全然変わってるかもしれないです。鴨ラーメンっていうのを突き詰めてって、ミシュラン星でも狙えたらなとは思ってるんですけど、まだまだ先の話ですけど、どこでも食べれるようなものっていうのはあんまり言われたくはないので、自分がやってる以上は唯一無二のものを出した方がお客様も喜んでいただけるんじゃないかなっていうのもあります。私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし、信州を明るく元気にすることを目指します。新時代の経営者たちがキラ星のごとく輝く、そんな未来を夢見ています。中小企業の元気のために、私たちは一生懸命応援します。長野県信用保証協会です。